10月21日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新入一花です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。7時台もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。改めましておはようございます。おはようございます。おはようございます。ます飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、7時台最初のニュース。 こちらです。1都3県25日から飲食時短全面解除へ。 新型コロナウイルス対策として東京と神奈川、千葉、埼玉の1都3県で実施されている飲食店への営業時間の短縮要請が感染状況の改善に伴って今月25日から全面的に解除される見通しとなりました。東京都では感染の防止対策を都が認確認した認証店について、えー、酒類、酒類の提供の制限、時間制限も撤廃する方針と。 えー、神奈川、千葉、埼玉の3県は飲食店要請していた営業や種類提供時間の短縮、お店の入店制限について、認証を受けていない店も含めて、えー、25日からすべて解除とのことです。東京は非認証店に関しては9時までだということで、協力を求める方向で調査。うんうん、はい、はいあ。大変めでたいと言いますが、正直ですね、こういった自粛、時短の要請、はい え、これ法的根拠がないので命令じゃないんですよ。はい。え、そのお願いというのを、いつかはやめなきゃいけないんですよ。うん。で、え、これから確かに第6波、ああ、るんではないかというふうに心配されますけれども、はい。この人数、この感染人数で解除できなかったら、うん。また仮に第6波過ぎて、うん、その後、第何とか波が来たり、はい。え、またワクチン3回目のブースターがあって、でも永遠に解除できない。 ってことになっちゃいますから。そうですね。やはりこのように感染状況落ち着いている時にはしっかりとフルタイムでの営業を認めるんだってことを示していかないと、えー、飲食店関連、うん、出口の見えない戦いを永遠に戦わされてきた。はい。それを、まあ、こういった状況、現在のような状況になったら止まるんだよってことが分かった。 という意味で非常に重要なあ、うん、まあ決定なわけなんですが、うん、それにしてもまあ東京もぼさが目立ちますよね。はい えー、神奈川、千葉、埼玉の3県は、ね、えー、もうとにかく、まあ、提供時間の短縮、入店制限等について、す、え、べ、ー、て解除と。一方で、えー、東京都は認証店のみ解除と。はい。なんで東京都だけ違うのかというと。ちなみにこの認証店って、えええー、大体飲食店の85%以上が取得してます。うん。で、残り1割ちょっとはですね、もともとこの時短の、法的根拠のない時短のお願い。 はい、方に、下側ないと決めていたお店が多いので、で実際のところは、あこれ、えー、事実上全店なんですよ。すべての店舗なのに、うんはい、こうやってなんかあの認証店のみを認めるとかっていうことによって、なんかちょっと気をつけてるんだよっていう方に少し保険をかけている。 実態は東京、埼玉、千葉、神奈川、はい、同じ意思決定だと思って構わないと思うんですね。でも、これ見てわかるように、東京都は何を気にしてるか,というか、東京都知事は何を気にしてるかというと、はい、要はあの、ね、全面解除ってしたら、感染拡大が、とか夜の街こそが元凶だ、みたいな世論に、 叩かれたり批判されたらどうしようと。それに対して、まあちょっと保険を打っているいわけなんですが、はい、正直ですね、ええ、これからコロナ後の正常化にとっては、うん、この手の世論との戦いになると思います。うん、そうですよね、うん。いや、実際ですね、えー、コロナウイルス感染者ゼロには絶対なりません。これは第6波がどうののかではなくて、過去、 本当の意味で撲滅できた病気なんてほとんどないんですよ。例えば、まあ、新型コロナウイルス感染症によって、えーはい、見えにくくなってますけれども、えーえー、日本国内、えー、インフルエンザもそうですし、すね、またまた、やはり結核でも数千人、2千人ぐらいの死者出してる年が結構ある。うえー、そういった形で、どうやってコロナと、まあうんまあ、妥協しつつ付き合っていくか。 まあそういうとこですよね。これを探るのがこれからの一年なので、その時大きな問題が、まあこういった、まあ慎重には慎重はい。人の命を何だと思ってるんだそう、人の命は何とかよりも軽い、ね、あの、とかっていう話を始めると、え、じゃあゼロには一生、とか全ての病気、感染ゼロなんかなってないですけど、ほぼ全ての病気。まあ人間はどこかで亡くなってしまうものですもんね。そうなんですよ。 で、これで、まあ、あの、この後ですね、一番みんなやりたくない。 どのぐらいになったら諦めるのかという意思決定を下さないといけないですしそれを決定するのが感染症の専門家は当然あの人流を止めたがるものだし商売やってる人たちは商売止めてくれるなって絶対言いたがると、うん、でそこのこう妥協点を探っていくって、うん、どっちからも批判を浴びるけどそれこそが政治の仕事だし。 で、実際ですね、それはかん、あの、人流がゼロになれば、感染ゼロになるって、理論上はそうですけれども、うん、実際人流ゼロにできた国なんてないですし、うん、その人流と感染拡大の関連についても、影響なかったっていうわけじゃない。これがね、統計分析の難しいところで、優位、はい、に影響があったっていう話。うん、これはね、 統計的に影響がなかったということはできないっていう意味なんですね。その一方で、じゃあそれって量的にどのぐらいのサイズなんですかって言ったときに、そのサイズ感を、うん、まあ感染を抑えるために、経済どこまで止めるんですかこういった問題に政治はこれから直面していくと思います。おはようニュースネットワーク。 東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんですえ。まず株と株性の値動きをお伝えします。20日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ152ドル3セント高い35,609ドル34セントで取引を終えました。 ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は7.41ポイント下がって15,121.68でした。一方、円相場は1ドル114円30銭付近で取引されております。まあ、あの、昨日の日経平均も終わりましたが、まあ、円相場が円安に触れている輸出関連が買われているようですけどもね。ま、そうですね。え、やはりアメリカでインフレ懸念が出てきたことで、はい。え、アメリカ、 急に財政を占めるわけにはいきません。まだまだコロナショックの中ですから。そうするとどうしても利上げを急ぐじゃないかという観測が強まってる。はい、アメリカの金利上がってるのに、日本の金利はそのままというわけですから、うん、やはり円の、まあ、単純に言うと人気がなくなる。だから円安という方向をちょっと強まってきてますね。うんえー、では、この時間取り上げるニュースこちらです。 ガソリン価格7年ぶり高値160円台続く灯油価格も高騰。 経済産業省が昨日発表したレギュラーガソリン1リットルあたりの18日時点での店頭価格は全国平均で前の週と比べ2円50銭上昇の164円60銭となりました。値上がりは7週連続で2014年10月以来およそ7年ぶりの高値が続いております。冬場に暖房用の需要が増える灯油の価格も値上がりしていて生活への影響が懸念されています。 これもその円安もあってってところあるんですかまあ、ただまあ、円安自体はですね、これ2017年ぐらいと同水準ですので、まあ確かにここのところ、を円安に触れたことで注目されていますが、水準としてですね、そこまで特別な動きが生じているわけではありません。何が違うかって、それは原油価格が違うわけですね。はい いわゆる国際的な指標、えー、各指標を見ると、1>, はい、1バレルあたりの価格が、うん、年初30ドル程度だったものが、80ドル台、はい。そうですね。2.5倍になってるわけです。今、足元、シカゴの WTI 原油ですが、83ドル59セント。うん、北海ブレント85ドル89セント。そう。はい、まさにですね、この、 ま、2.5倍、元値が2.5倍になったら、うん、はい。まあ、それはまあ上がらざるを得ない,いわけなんですよ、まあ。これね、企業努力で吸収できるような額じゃないですよね。いやそうなんです。うん、で、だからこそ、えー、本来であれば、はい。じゃあこのガソリン価格の高騰に対して、政府はどのような政策をとっていくのかというのが、課題になっていくわけなんですけれども、はいえー、例えばですね、えーえー、まあ、かつて、 えなんだっけガソリン値下げたいみたいな。ありましたね。ええー、ありましたね。えててというね。えっと、何と、えー、っと、そうですね。えー、っと、その当時の、<う>なんていうか、あの、当時の、ね、民主,民主党。民主党。あ、そうですね。すねはいはい、はい、えー。ええー、えー、えーえー、が、まあ、 ま、提案して。はい、えで、どういう制度かというと、百六、うん、えー、リッターあたり、はいえー、レギュラーガ,ガソリンがリッターあたり160円を継続的に超えるようになったら、うん、ガソリンにかかっている税金の一部を、はいうん、まあ、徴収を停止すると。はいえー、具体的には、えー、まあ、暫定税率分。 というんですけれども、まあ正直ねガソリンの値段って半分までいかないな、三、え、四、ー、割税金なんですよ。なので、えー、例えばこの暫定税率で言うと二十数円二十五円程度を暫定的に、はいえー、まああのガソリンに課税されている。はい、この一時的な課税なんだから。 特殊な事態、原油価格が高騰してガソリンの値段が高くなった時には、この25円分の税金徴収を停止したらどうか。はい。で、140円を切るようになってきたら、うんえー、ま,また再び元に戻すと。いうことで、この制度、使えばいいじゃないか。はい。思うんですけれども、一応ですね、これ、えー、東日本大震災。はい。いい 関連で、その財源の確保が必要であるという、なんで財源確保が必要で、かつガソリン値上げしたのかよくわかんないんですけれども、あの、東日本大震災に関連して、この制度一時停止されてるんですね。はい、ああ、復興財源ってことですかそう、復興財源と。うーん,うーん よもうよくないや、っていっいやいや、本当、うん、そもそも論として、その復興の財源にね、いろんな税金を当てることそのものがどうだっていう話もね、あったぐらいですからね。で、そしてもう10年経ってるわけですから、うん、その東日本大震災復興財源確保のために停止されている トリガー条項。はい。なんで守んなきゃいけないので、えー、そしてもう一つ、私が不思議でならないのは、はい、今衆院選やってるじゃないですか。えー、えー。なんで自民党これを、うん、まあ、主張しなかったんだろうと。だってこれ、政令や、これはの法律、立法措置が必要なので、はいえー、公約に値する。うんうん つまりあの、東日本大震災に鑑みて、トリガー条項って言うんですけれども、160円を超えたら税金を停止しますっていうのを一時停止しますって法律が通ってるんで、それを廃止するって手続きがいる。これ民意を問うのに十分ですし、そして野党側も、はい。こんな攻めどころないと思うんですけれども。そうですよね。これを積極的に言ってるのは国民民主党の玉木さん。 ぐらいですよね。ねうん、なんでみんなで言わないのかなって思ったりもしてしまうんですけれども、うん、で実際ですね、このガソリン価格の影響っていうのは絶大です。うん、でまずですね、うんはい、今、日本にとど、日本の,この産業とか、それというもそれどころか社会を支えているのは物流です。うんうん、要はトラックなわけですよ。はい、そのトラックの収益、もともとまさにあのメール等でもいろいろ声いただくことあります けれども、ね、え東あコロナショックで、うん、え需要がずいぶん減っていて、うん、経営苦しい中で、はい、原油価格といいますかガ,スの、うん、ガソリン価格が上がってしまうと、うん、まあもう、うん、そのいわゆる 根幹を成している日本の物流の根幹が壊れてしまうかもしれない、うん、そうですよね。あの、確かにツイートでもいただいていたんですが、うん、あの、ちょっと前までガソリン価格が安い時にはコロナショックで物流が動かす。で、ようやく物流が動いてきた今になって、今度はガソリン価格に食われてほとんど利益が出ないと。うん、いや、そうなんです。もともと物流って決してリザ屋のいい仕事ではありません。んある程度数をこなして、こそだったり、はい、コストを 押さえてこそ成り立っているビジネス。うん、それを潰してしまったら、はい、正直、日本がこんなに便利なのはえ<っ>、えーね、ネット通販、こんな便利な国ないですよ。うんあのー、理由は、これ物流網がしっかりしてるから。そしてもう一つ、うん、地方経済について、はいえー、車ないと正直生活できません。そうすると、ガソリンの値上げって全ての家計に等しくかかってくるんですよね。等しくくかかってくる 収入実質収入の減少なんです。はい、で地方創生が大切ですって各党言ってるんだったら、えー、このガソリン価格には急ぎ対応しないとダメでしょうと思うんですよね。第一生命経済研究所の司さんで、えー、平均的なまあ家計の、うん お恩恵、負担減もしトリガー条項やると、はい、1.3万円に達すると、うんで。特にと北陸、東北、四国、東海では、うん、平均的な自動車関連支出が高いことから、負担減が2万円から1万6千前後。そう。<構> 2> 月2万円負担減るって言ってるんですから。月2万円浮くってことですか浮くってことですから。ね、これでかいです。<laughs> でかいですよ。ね<え>うんだからこそですね、しかもこれ、え維持可能ですよね。例えば、 単発で10万巻くとかっていうのは目立つは目立つんですけれども、こういうまあ苦しい時にしっかりと、 二万円一世帯あたり二万円十、うん、万円より少ないじゃないかっていう人もいるかもしれないんですが。えー、えーえー、しっかりと条件さえ満たせば、これから後も発動する、はいうん、基礎条件っていうのはすごく大切だと思うんですね。うん。の、の、なんで、でね、なんでこんなにみんな注目しないのかな。本当、確かに、あのボーナスでボンってくると、みんな貯金しちゃうけれども。うんうん、日々の賃金が上がることに。よると結構支出に回るってこと。ありますよね。地味にね、これもう工場所得仮説ってやつですけれども、うん、その地味いに。薄 長くの方が、はいえー、消費支出を刺激すするという意味ででは有効なんですよねんそして、これから。はい。今日も寒いじゃないですか。寒いですね。灯油。はい。この灯油について、えーうん、は、むしろですね、この灯油を必要とする北日本だけに、はいえーま、大きな負担を与えることになる。ああ、そっか。その地域差に鑑みても、灯油も暫定税率乗ってますので、うん、必要な措置になってくるんじゃないかと。 思うんですよねはい えー、ガソリン価格の高値続くというあたり。これ、だから、また、原価格相当下がるっていう、こう、そうトレンドにはないわけですね。正直ね、これ以上上がるのは難しいと思います。えー、別の採掘源を探るようになるので。一方で、えー、産油国、減産しないあ、増産しないみたいなので、なるほど価格低下もちょっと遠いかなと。うん。まさにトリガー条項が、議論されるべきタイミングであるです、ね、ということです、ねえーこの時間えー 飯田康幸さんとお送りしてまいりました日本相談機の方この後も飯田さんにお付き合いいただきますおはようニュースネットワークでした今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康幸さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです財政制度等審議会の歳出改革部会 財務省は昨日、国の予算のあり方などを議論する財政制度等審議会の歳出改革部会を開き、ODA 政府開発援助の経費として、国の決算上では執行されたはずの予算が、実際には1960億円積み上がっていることを明らかにしました。これは外務省が途上国向けに提供する無償資金協力の資金で、目的を果たさぬまま JICA 国際協力機構に滞留していると指摘しています。 ええ、ま、ジャイカに経費を渡すということで、国の決算上は執行済みというふうになるということただまあですね、この対流案件見てみるとですね、ええ、単独で一番大きいのは南スーダン。で、そして次に大きいのがアフガニスタン。はい。なので、紛争地域ですよね、そもそも。そうですね。ですので、これ執行できない。 やろうと思っても。下手に執行したら何に使われるってことにもならなかですよねまあ、まあ。で、大体まあ、えー、正直こういった ODA、支出先はですね、はい、日系の企業、日本企業に渡して、現地の、例えば、えー、港を作るとか、はい、えまあ水供給、水道施設を整備するとか、そういった事業が行われるわけなんですが、そういった 日本のオドボク建設系の会社が南スーダンとアフガニスタンで仕事しろと言われましてもと、はい、そういうことになりますよね、うん、で一方でこれ問題もあってですね、はい、無理なわけじゃないですか、うんえー、そういう時に資 しっかりと割り戻していく実際のところ今、まあ、約2000億円積み上がっているわけですがこれだいたいの oda の年間予算と同じ額です 1>, 1年分の通常の予算をそっくりそのまま貯めちゃってる状態なんですねでこれあの普通の会社と違ってですねこういった公的な組織は毎年毎年予算に応じて支出を行っているので手元に貯める ってのはあんま多くなりすぎるのは好ましくないとだから。 どうでしょうと、こういう滞留案件は、何年以上滞留した場合には、まあ、2、3年はね、あると思います。どうしてもね、あの、現地の状況とかで。5年滞留したら、もう一回白紙に戻して、最初から、という形。こういった風に戻していかないと、いつまで経ってもですね、決定したことだから、国会の審議を得て、決まっているものですから、滞留して、 だってもっと前のものだと2010年から、はいえー、結局実行されてない。えー、できなかった。えーえー ものとかもある状態です。これ、なんとか改善していく必要あるわけですが、この、えー、いわゆる、またね、財政審の歳出改革部会、部会、はい、の話をね、ニュースに上げてくるマニアックさにね、この番組の恐ろしさを感じるんですけれども、で、これ以外にもですね、歳出部会、いわゆる、ま、農業補助金、一般についての、あ<ー> 決議と言いますか、審議もしています。はい。で、えー、まあ、これだとどういう話かというと、うん、今、あの、米から、米の価格が下がりすぎないように、はい。添削支援金っていうのは、これは昔から出してるんですね。うんうん、で、何に添削するかっていうと、はいえー、飼料用の米や麦に添削してくれ っていうわけですよ。えー、で、えー、これ、なかなか厳しくてですね。はい、だって、飼料用って、要はあの、家畜の餌にするための米、ねはい、米麦でしょう,ん,うん。収益低いんですよ、当たり前、えー。で、本来日本で作るべきものじゃないんです。<ー>だって、そんな品質なんか何でもいいわけですからね。まあ、あの、 まあ、わかんない。もう、超高級米を食べた豚とかそういうのもいるかもしれないですがそれは別として。ええー。で、こういった全然儲からないものを作ってもらうために補助金を打つ。で、これなんでかって言ったら、なぜ米か麦っていうかって言ったら、いざという時にはまた、人間が食べる米麦に戻れる、戻ることができるからなんですね。なるほど。 でも、こんなことやるよりも、うん、そもそも、米価が下がったら困るって構造がおかしい。やっぱり、農業補助金は、しっかりと農家、うん、中でも、修行、つまり農業で暮らしてる農家に対して、手厚く、はいえー、打っていくことで。で、えー、彼らはあの、その補助金があるので、うんまあ、好きに作って、その結果、うん、まあ多少やっぱり、ね、値段がね、上下することもありますが、はい その中で、補助金込みで、個別の補助金込みで、まあ、経営を成り立たせていくっていう視点。うん、必要なのに何かですね、うん、え何か小手先のことで対応しようと。米価、はい、下がった。大変だと、うんうん。だから米価が上がるように米作るの減らしちゃいいんだろうとうん、うん。でもそれいざって言うと米作れなくなるけどどうしますか,か、うんうん、じゃあ資料用だ。 とかっていう、うんまあなんというか、はい、その、泥縄と言いますか。場当たり的な。バタリ的な対応を積み重ねてきた。やっぱりこれはね、これまたやっぱり財政審、はい、財務省の中の議論ではなくて、えー、政治の議論で、農業補助金の簡素化、えー、そして、実際に営農して、たくさん作物を作ってる人が得する、補助金の給付のあり方っていうのを決めていかないといけないですよね。う お送りしております、オッケー工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と、新庄一花がお送りしています。今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。います続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ飯田康之さんに聞く、衆議院選挙、与野党の経済政策。 衆議院選挙がおととい火曜日19日に公示されました。31日日曜日、東海表日までの選挙戦本格化しておりますが、えー、注目の一つ経済政策が挙げられております。与野党ともに大規模な財政出動と分配というところを掲げております。特に目先はコロナ対応というところですが、えー、どこに注目すべきなのか、飯田さんに経済政策のポイントを伺ってまいります。はい、まずこの公約集見て、えー、びっくりしてしまったのが、はい。 えー、各党全部うん、うん、主要な政党は個人への給付世帯への給付。はいうん 思っていて、まあ確かにね、選挙ですから、より多くの人に賛同していただかないとえいかんわけですよ。しかしですね、今回コロナショックでダメージを受けているのは、特定の業界であったり、特定の企業であったり、そんなの国民広く一般に もちろん、あの、多少は、みんな、あの、コロナで不便をこむりましたよ。はい。だけれども、売上が7割、8割落ちた。もうすでに、会社自体が潰れた、倒産した。うん、で、飲食関連だと、この、現在行われている給付が終わったら店畳むと。うん。こういう状況になっている人と、まあまあ、それなりに会社行って、はい。まあ、給料も、まあ、ボーナスだいぶ減ったけどと言いながら、受け取っていた人。 それを等しく扱う対策でいいのていうのが、うん。確かに。それをまあ主要な政党で批判しているのは日本史の会だけですね。まあそうですね。で、やはりですね、私自身実は今朝の朝日新聞で、なんではい、各党の公約といいますか、選挙戦に向けての、うんえー 経済政策についてコメントしてるんですけれども、これまあデジタル版は少し前に出ていって、実は。もう少し自民党、これまでの流れから言うと、企業支援をゼミに出してくるかと思ったんですけれど、やはりこれ、ね、どうしても、まあ、あの、選挙ということで、企業支援っていうと、事業者支援っていうと、なんかあの、なんていうか、経済界優遇だ、みたいな。 うん、でも今回支援しなきゃならないのは大企業じゃなくて中小というよりももうもはや零細企業と個人事業主なんでん、そんなに躊躇する必要なかったのに何かその一律給付またはそれに準じるような、準ずるような支出を主張している政党が多い。うん、これはね、与野党を問わず大きな問題だと思うんですよね。はいうーん まあそうですね、一律給付。まあかなりね、その非正規女性子育て世帯などにと自民党は言ってますし、公明党は18歳以下の子供に一律10万円という話。まあ立民は低所得者に年額12万現金給付。共産党は一人10万円を基本とする暮らし応援給付金。そして国民民主党も一人当たり10万円の現金給付。令和は一人当たりに、毎月20万。 え社民党も一人10万円の特別給付と。で、医師の会はベーシックインカムの導入という話をしていますが、うん、まあ、給付、給付、給付と並んでいる感じしますね。まあまあ、あの、絞り込み大切ですが、また、あの、うん、この自民党についても耳障りのいいことを上げてきたなと思うのは、はい、非正規雇用者や女性、子育て世帯、学生などへの経済的支援を行う。うん、これ、全く正しい。うん、一方で、はい、コロナに関連した給付については、 別に非正規雇用だからダメージが大きかったわけじゃないです、ですね、業種によります。で、えー、例えばあの小売りですと、食品スーパー等は過去例を見ない売り上げの伸びだったんですね、えー、去年。で、子育て世帯、確かにこれ、中長期的な給付にするんだったら全く正しいんですけれども、う,ん,うんと子育てとコロナってなんか関係あったっけ あのまあねあの確かにあの、はい、リモートワークになって保育園も休みで大変だったとかそういうのはあると思いますけれども、うんえー、一番大きな経済ショックそれじゃないでしょう感は否めないんですね。 この、各党の政策を見ていると、まあ、衆院選ということでしょうがない一方で、はいえー、事業者、事業主への支援、または個人事業主への支援っていう視点が、かなり後退しているところが、怖いなと。怖い。うん。これ、どのような選挙結果になったとしても、はい、ここまで個人給付みんな各党全面に押し出して、 で、えー、そして、えー、何もしないってわけにいかないわけですよ。まあ、この後の補正だったりとかも、次の本予算ってとこですね。うん、で、何もしないわけにいかなく、与党も野党もそれに賛成ってなっちゃうと、はい。じゃあ他の対策はという部分が、あ後手に回る、えー、恐れがあると。これ非常に僕は心配なところですね。う,ん,うん。だからこそね、はい、えー、ちょっとですね、 しっかりとした企業支援と、はい、しっかりとした個人事業の支援っていうのが、えー、まあ、明確にされている政党っていうのをぜひ注目していきたいなと思いますし、うん、まあ、あとは、あの、やはりですね、はいえー 具体案のある政党、そして現実的な主張をしている政党っていうのを見ていかなければいけない。もちろん皆さんの中で、ね、まあ、心積もりとしてこの与党がしっかりと盤弱な与党といいますか、自民党公明党を中心とした政権ができて、それが盤弱な議席数を持って ていくことでうん、うん、対策が安定すると考えられている方もいらっしゃるでしょうし、はい、または野党が何らかの形でキャスティングボードを握っていく可能性もある、うんえー、どっちにせよですねその中でじゃあ与党の中でどの政党を選ぶのか、うん、あ現在なんですね現与党の中でどこに投票するのか現野党の中でど,どこに投票するのかっていうのは、えー、具体案と現実性、はいうん、で、えー 実はね、ちょっとだけあ、新聞では全部厳しいこと書きましたけれども、はい、各党、やっぱ政策具体化させてきてるんですよね。う僕、これは自民党総裁選の影響だと思ってます。ああ、総裁選で結構具体的なこう話が出てきた。そう、あと割と建設的な政策論争が続いたので、イメージだけ、改革っていうだけとか、はい、あの、あとは国民のためにっていうだけとか、うんだとちょっとね、なんかしらけちゃう。 っていうのがあるんだと思うんですね。その意味でえー、やはりまあ。私自身はその自民党総裁選えー。経て、はい、日本の自民党総裁選はあくまでね。自民党の党内の選挙ですけれども、そのそれが全国のこの総選挙っていうのに与えてきた。影響ってのは小さくないなと思うんですよ。で、これその給付とかっていう風に考えると、そのコロナへの。 対策か結構目先のことっていうところですけれども、中長期的なマクロ経済政策って考えると、ちょっとこう色分けみたいなものは出てきますかね。まあそうですね、えー。で、例えばですね、えー まあ財政の問題を考えるときに、えー、まあ、これ当然、コロナ関連国債で手当てするに決まってます。じゃあ、どの支出まで、どこまで財政を拡大するのかっていうのについてはやはり温度差がありますよね。で、えー、やはり政権与党である自民党公明党はかなり慎重な財政再建派とまでは言いませんけれども、うんうんうん かなり慎重派だったのが、ちょっとここに来て、まあ、これもやはり自民党総裁選を経由して、自民党の中でもかなり拡張的な財政えというのが主張されるようになってきたり。また、野党の中ですと、国民民主党がかなり、いわゆる典型的な海外のリベラル政党の政策パッケージを え打ってきたとまあ彼らは高圧経済って自分たちでもね、うん、え言ってますもんねそうそう財政と金融を両方やるんだと。でこのハイプレッシャーエコノミー高圧経済っていうのはうん、うん、供給作る力よりもちょっとだけ需要を上,上回らせてやると。 はい。実際には3%から4%ぐらいのインフレを許容しても、供給が少ない状態あ、需要が多い状態っていうに留め置くことで、供給側が伸びていくと。需要があるんだからもっと作らなきゃ、もっと作れるようにならなきゃっていうことで、こういったものを中心にしていますし、はいえー、そしてもっとより一層具体、 的と言いますか、より一層、まあ、大規模な、極端なというと悪口に聞こえるかもしれませんが、大きな財政支出というのを施行しているのは、令和新選組ということで、 で、一方、野党の中だと比較的、財源等にも考慮するとなると、そしてあの構造改革路線というのを引っ張るのは日本維新の会。で,で、自民党自体が、岸田総理、初心表明でも注目されましたけれども、いわゆる、小泉的なというと言い方違うかもしれませんがか、鍵かっこ付きの改革というのをそこまで重視しない。 姿勢が見えてきた。うん、だからこそ、はい、いや、でも今こそ改革が必要だと思っている人に対して、維新の会がどうやってアピールしているのか。うん、これも重要で、私自身は今回、維新と国民民主、はい、この二つというのは、ある意味、えーま、野党の中での、うん、ま、あの、 二つの政策の軸というのを示していますし、共にね、非常に色々な具体案っていうのを出していて、はいえー、これを自民党の政策というのと照らし合わせてみるというのが面白いんじゃないでしょうか。うん、うん。まあ今までその、まあ財政と金融というところで言うと、まあ金融緩和をね、相当積極的にアベノミクス等々やってきた。うん 一方でやっぱり財政がいまいちっていうのは、井田さんも前々から指摘されていたところでそうですね、あのアメノミクスは金融政策一本足打法だったと、はいでえー、一方、国民民主は明確に両方出すと、うんで令和はもっとだとうん、えー、いう状態で、そういった中で、最大野党である立憲民主党 いいいうううののがどういう立ち位置を選んでいくのかもちろん公約集出てますが、今後の論戦の中でも明らかになっていくんじゃないでこの給付という形で財政出動はかなり積極的だということが分かりますが、じゃあ、金融に対してどうかっていうのは、ちょっと見、ね、で立憲民主党、そして今回、選挙協力関係にある選挙区が多い共産党についても、はいうん、少し金融政策について、はいまあ、しっかりと言及していく方がいいんじゃないかと。うん うんまあ、まだあと一週間以上ある。そこでどう深められるかっていうところですね。そうですね、うんえー。各党の経済政策について、イ田さんに聞いてまいりました。えー、このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。